神大事城は、東京都調布市神大地元町にあった、日本の城、国の史跡。所在地は、神大地元町五丁目31の10。神大植物公園の付属施設である、水生植物園内。南方の野川を、水郷、西方を除いた三方を沼地とし、西方に空堀を三段に構えて三角、二角、四角を排した直線連角式城角である。 四角は東西50メートル、南北90メートルほどで全周を土塁で囲み、北と南に平古港を設け、北古港は土橋を経て二角に、南古港は東の湖四角に通じるとともに、西の空堀からの侵入に備えている。特に北西端の矢倉台は重要部署で、北古港と二重土塁の空堀に加え二角全体を監視している。 二角は東西50メートル、南北120メートルほどで、南の土塁中央に平らこを設け、西の土塁は復元されたものである。北端のテニスクラブへの進入道路が二角、三角間の空堀り跡で南端で縦堀りとして落とされている。三角は東西100メートルほどで、宅地下で、遺構は失われている。二角側の土塁は一部復元されて園内に止められ。 西方の空堀は道路になっているが、南側の切り岸は王子のままと思われる。東京都及び調布市教育委員会は発掘調査を重ねており、築城者は不明だが、15世紀には古企画が築かれていたようだ。16世紀に入って、北条氏は相模に進出し、大木谷上杉氏は南武蔵の防衛ラインとして古企画を活用している。 大英四年一月、江戸城を、北条氏綱に攻略された、大木谷上杉智之は、巻き返しを図るため、巨城の川越城から頻繁に、南武蔵に出撃。協力三年六月、智之は、神代寺城に、北条氏康は、玉川対岸の小沢城に陣を敷き、小沢源で合戦になった。この神代寺城は、古企画と思われる。 大木谷上杉法としては、法上税を玉川で食い止め、かつ、江戸城奪還を図るため、天文六年四月、十三歳で、父、友大の後を継いだ、上杉友貞は、南端団状広宗に命じて、深大寺城を増築した。しかしながら、同年七月、宇治綱は、深大寺城を迂回して、川越城を直接攻め、友貞が松山城に敗走したため、 新大寺城の軍事的価値が失われた。その後、この地が北条氏の支配となったが、新大寺城の記録が見当たらないので、廃城になったようである。大木谷上杉勢を北に追いやった北条方にとって、玉川左岸の新大寺城は、小田原城の防衛には不要になった。その結果、城が手付数で残り、城郭市場、貴重な遺構になっている。例えば、 新大寺城と同系の片倉城は、大木谷上杉氏が、北条氏に備えて築いたが、北条氏の手で回収されて、北条氏の城という位置づけになっている。天文初期、敵兵を空堀に誘導して、矢で殲滅する、大木谷上杉氏の城は、平古行、横矢が弱い、霧岸が百合など、戦国期における、追記技術の進化途上にある。北条氏が合戦を通して、 大木谷上杉氏などの城郭を改修し、北条流追記技術を完成させているのは疑う、余地はないと言われる。平成10年に東京都指定史跡となり、平成19年7月26日付で国の史跡に指定された。ありがとうございます。